アメリカ第7艦隊が朝鮮半島付近にて軍事演習を行った情報をキャッチしました。案内人の浅香です。今回はリンカーン空母の軍事演習を詳しく見ていきます。北朝鮮の弾道ミサイル火星17型についても合わせて見ていきますね。北朝鮮はかなりレッドゾーンを超えている状況だが、国連は何もできないとは、ロシアの件を見ても機能されてない。2022年2月24日以降に、世界の人々の耳目がウクライナ方面へと集中する間にも、北朝鮮は今年連続させていた各種のミサイル発射の手を緩めず、この3月24日には、これまでで最大規模の大陸間弾道弾、火星17型を打ち上げたと報じられた。この動きを北朝鮮が見せる9日前の3月15日、それまでも相次いだミサイル発射で挑発を続ける北朝鮮に対し、アメリカは航海に大型原子力航空母艦のミニッツ級5番艦エイブラハム・リンカーンを展開し、周辺の空海域で軍事演習を敢行した。アメリカ海軍の第7艦隊の発表によれば、今回の軍事演習にはエイブラハム・リンカーンが搭載する艦載機をはじめ、近隣のアメリカ軍基地から空軍の航空機も参加したとされ、北朝鮮への強い圧力を示したといえる。アメリカ海軍では、これに先立つ3月7日頃より、北朝鮮への監視、警戒体制の強化を明確にしており、また、北朝鮮が今後もミサイル発射を続ける場合に備えて、配備する弾道ミサイル撃用の防御体制の即応化を打ち出していた。エイブラハム・リンカーンは、1989年11月に就役した原子力航空母艦であり、満載排水量が 104,263 トン、全長が333メートル、全幅 76.8 メートル、喫水 11.3 メートルの艦隊に、現状では70機程度の各種航空機を搭載している。アメリカ海軍では、このエイブラハム・リンカーンを含め、同様のミニッツ級を10隻、さらに最新型のジェラルド・R・フォード級を1隻の都合11隻の大型原子力航空母艦を保有、運用しており、その海軍力の象徴でもある。エイブラハム・リンカーンは、現在はアメリカ本土のカリフォルニア州サンディエゴに所在するノースアイランド海軍航空基地を母港としているが、2017年8月まではバージニア州のノーフォーク海軍基地を母港に大西洋艦隊に所属していた。エイブラハム・リンカーンが搭載している艦載機群は第9空母航空団であり、従来からの主力戦闘機である F/A-18E 及び F 型のブロッキーで構成される3機飛行隊や、最新鋭の F-35 ライトニング 2C 型を装備する1機飛行隊等を収容している。これ以外にも電子戦機である BA-18 ギガグラウラーや早期警戒艦隻の E-2D ホーク等の飛行隊と、艦艇翼機のヘリコプターの飛行隊等も有する第9空母航空団の戦力は、オグニ一国の空軍戦力にも匹敵すると形容されるほどである。近代的な戦闘機をはじめとする航空機や敵機の接近を抑止する地対空ミサイル等の防衛手段に乏しい北朝鮮には、こうしたエイブラハム・リンカーン一隻が搭載する航空戦力でも十分に抑止は可能だとは思われる。しかし、そうした正面からの衝突ではアメリカに到底太刀打ちできないことを北朝鮮も熟知しているからこそ、戦術的な対抗策ではなく、核弾頭を搭載可能な大陸間弾道弾頭の戦略兵器による威嚇を続けているだけに、効果の程は微妙とも言える。アメリカ海軍による今回の航海での軍事演習が、北朝鮮のミサイル発射の抑止力となったかといえば、
残念ながら、否というほかなく、冒頭で述べたように、3月24日には、これまでで、最大規模と言われる大陸間弾道弾、火星17型を発射したと主張した。これに際し、北朝鮮側では、ご丁寧にも、大陸間弾道弾、火星17型と、おぼしきミサイルの発射を、金正恩自身が、その場に立ち会い、その成功を喜ぶイメージビデオ風の映像まで公開し、西側諸国との距離の乖離は、これまで以上に開いた。大陸間弾道弾、火星17型は、北朝鮮で、一昨年の2020年10月に実施された軍事パレードで、初めて、その存在が確認され、2017年に複数回発射された火星15型をはるかに上回る大きさであり、西側の軍事専門家も、核弾頭の搭載量が飛躍的に増加している可能性を指摘していた。火星15型でも、最大到達高度は約 4500km とされ、実際に大陸間弾道弾として攻撃に使用する場合には、その飛距離は、およそ 13000km にも及ぶと推察されており、これは北朝鮮からアメリカ本土の大半を狙える性能である。これだけでも2017年の時点から深刻な懸念が生じていたが、今回の大陸間弾道弾、火星17型とされるミサイルは、最大到達高は約 6000km を超過しており、したがって、推定の射程距離も火星15型からさらに延伸されている可能性があった。北朝鮮側の発表によれば、今回の大陸間弾道弾、火星17型とされるミサイルは、最大到達高度が 6248.5km、飛距離が 1090km で約68分飛翔した後、計画通りの海域に着水したと、大々的に喧伝している。日本からしてみれば、今回のミサイルの着水地点は、EEZ、排他的経済水域にあたり、出漁している民間の漁船等が、複数、その海域に存在していたこともあり、最悪のケースの場合、これらに被害が及ぶ可能性があったと報じられた。そのため、日本のメディアでは、多くの識者たちが憤ったコメントを発すると同時に、岸防衛大臣も、従来と次元が全く異なる脅威であると指摘し、改めて、北朝鮮のミサイル発射が、日本の防衛上の、極めて重大な問題であることを示した。ここでは、現行の日本では、領海ではなく EEZ、排他的経済水域に着水するミサイルを迎撃することが認められていない点も、由々しき事態であるとされており、弾道ミサイルに対する迎撃システムが対処できない点が、表面化したとも言える。こうした中で、韓国国防省からは、3月24日に発射されたミサイルは、北朝鮮が自ら喧伝していた大陸間弾道弾、火星17型ではない可能性が高いとの分析結果が出され、従来からあった火星15型だと判断していることが報じられた。韓国国防省では、北朝鮮が公開した映像や軍事衛星からの情報をもとに、今回のミサイルの飛翔速度や、飛行距離の特性は、火星15型と類似しており、エンジンノズルの数も2つであり、4つのはずの火星17型とは一致しないとの見解を示している。アメリカでも韓国国防省のように、今回のミサイルは、火星15型だとまでは、断定はしていないが、少なくとも火星17型ではなかったと判断している模様で、今後、こうした分析が日本側の対応に変化を与えるのかにも注目が集まる。さらに、韓国では、実は、北朝鮮は3月16日に
火星17型の発射を敢行したが、この時には、わずか、高度 20km ほどしか上昇せず、そのまま爆発して、失敗に終わったと見ており、その事実を隠蔽するために、北朝鮮が、火星15型を代わりに発射したものと分析している。これは、打ち上げた北朝鮮の首都の平壌で、多数の国民に、その火星17型の発射失敗の惨状を目撃されたことから、その事実から、目をそらさせ政権の威信を保とうとしたのだとみなしたもので、かなり合理的な解釈だと感じられる。ただ、今回北朝鮮が発射したミサイルが、火星15型か火星17型だったのかは、ひとまず保留しておくにしても、いずれにせよ、アメリカ本土まで、射程距離に収める可能性があることは変わらず、イージス・アショアの導入を断念せざるを得なかった日本の危機的状況もそのままだ。